10月10日トドの日から10月23日までの期間は海のごちそうウィーク。知れば知るほど海は美味しいをメインメッセージとして、食を入り口に海に思いを馳せ海を味わう2週間です。海と日本プロジェクトでは皆さんからの思い出の海ご飯を募集しています。私の思い出の海ご飯は、小さな頃に母と一緒に行った海の家で食べる海鮮です。お腹が空いてしまって海に入るよりも海鮮を食べることの方が楽しみだった思い出があります。さあ改めまして、今回は皆さんに知ってもらいたい、そして食べてもらいたい海のごちそうを探しに行きたいと思います。今回ちょっと珍しいお魚をご紹介していただけるとのことですが、どんな魚でしょうか？はい、今回はですね、アイゴという魚なんです。アイゴ、はい、まあ、割とあの漁村地域では結構食べるところが多いんですけれども、はい、あんまり魚屋さんとかスーパーで見ることはないのかなというふうに思います。ただね、実はこの魚が最近環境に対してこう結構負荷をかけているというか、はい、最近ねやっぱりその地球温暖化とか、あと黒潮の大蛇行の影響で結構水温が上がってきて、そうするとこの魚ものすごい元気になるんですよ。そういったことは結局今海藻を食べちゃうんですよね。それでまあ我々は今この課題にちょっと取り組もうということでしています。そして今日は何をしてくださるんでしょうか？はい、まあ、このアイゴの現状を、まあ、現場に来てですね、中高生の皆さんと合流してその課題を勉強していこうと、そして、アイデアを出して、その、現状を自分の学校に戻ってそれぞれこう伝えていくアクションを考えていこうというワークショップを今やっています。どうぞ。あの調理次第でこんなに味が変わるとは思ってなかったのですごく良かったです。コリコリした食感でとても美味しかったです。アイゴという魚を初めて聞いたので、どういう魚なのか、味はどういう味なのかという心配と楽しみがありましたが、食べてみて美味しかったです。最初はタイみたいな味がして、後から貝みたいな独特の風味が来たんですけど、ぜひ刺身で一回食べてみてほしいなと思いましたね。一次産業に興味があって、林業だったりとか漁業だったりとか農業とかにも興味があるんですけど、それの一環っていうのと、あとは純粋に体験してみたいなって思って体験させてもらいました。この場所に家族で来たいとか、学校の先生をここに連れて行きたいと、違う世代に伝えたい、広げたい、そんなアイデアがたくさん溢れてたのが印象的でした。やっぱり僕たちからこうしてねとか、こういう未来を作ってねって言うんじゃなくて、まあ、本当に今にとらわれないで自分たちらしく未来を作っていってほしいなと思ってます。これからも三重の海のごちそうを一緒に守っていきましょう。海と日本、チャンネル登録よろしくお願いします。